せーの、魔王様の晴れ舞台。やっぱり僕はカレーを作る時にも冒険が必要だと思うんだよね。あれ？料理の基本は愛情ですわ。気持ちをたっぷり込めればどんな料理でも。あら？おい、俺を食べたのは貴様だな。ギャバババ、俺様は食べてない、食べてないぜ。あ、違う、俺の夕食だったパンとチーズを食べたのは貴様だなと言いたかっただけだ。ここどこ？僕たちいつの間にこんなところに来ちゃったんだろう。はあお前たち待たせたな。みんな大好き闇の貴公子サタン様の登場だ。あ、お待ちしておりましたわサタン様。待ってない、待ってないぜ。ということはお前だな。俺たちをこんなところに呼びつけたのは。よし、では祝いの席で披露する舞台の稽古始めるぞ。話を聞け、祝いの席。そのブタ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 ってのは何のことだ。ブタではなくて舞台だ、舞台。寝ぼけたことを言うなら次の現場でデトチル魔法をかけるぞ勝手に呼びつけておいてデトチルとは何だ。そういうわけにはいかないんだ。デトチルのが怖いから僕は先に帰ろうかな。待て。じゃあね、バイブ。おっとギャーギャーバババババ見えない壁ホニャララフィールドに邪魔されて先に進めないぜ何を隠そう、この場所はこのサタン様が作り出した舞台の稽古を終わらせるまで帰れませんという空間なのだ。もうサタン、何の影響だよ。迷惑な力の使い方だな。まさかサタン様からパーティーに誘っていただけるなんて夢のようですわ。どうせいつものくだらない思いつきだろう。俺は稽古なんて絶対やらないからな。うん、ではこのサタン様と愛しのフィアンセ、そしてその他大勢の引き立て役が登場する劇の台本を見せてやろう。ありがたく読むがいい。ほれほれ、このルルが一番に拝見しますわ。ほら、あなたたちもしっかり読みなさい。うわ、もう面倒だな。ふむふむ、あれ、これは、これはなんて素晴らしいお話なんですの。胸の高鳴りが抑えられませんわ。そこまでじゃないけど、サタンが考えたにしては意外とまともな話だね。どうしたのサタン、熱でもあるの？なるほどな、俺様は分かっちゃったぜ。ま、この内容なら許してやらんこともないか。そうだろう、そうだろう。もっともっと褒めてくれてもいいのだぞ。本番が待ちきれませんわ。さ、早速稽古を始めましょう。いいわね、あなたたち。なんだか裏がありそうだけど面白そうだし、やってみよっか。マイクテストテスト、ワンツーワンツー、よし。昔々、木が歩き回る不思議な森があったんだぜ。おおわしに木の役を任せるとは分かっているの。ある日、森で暮らしている悪い魔女が鏡に向かってこう言ったこの私が悪い魔女の役とはね、ちょっと興味があったんだ鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰だい？鏡の役はゴゴットだよ。怪しくない鏡だよ。お前が持っているそれは鏡というよりも
鍋の底だね。そうだよ、うん、それでもいいわ。では、鍋よ鍋、この世で一番美しいのは誰だい？それはそれは僕のことだね。この世で一番美しい僕が特別に来てあげたよ。うん、鍋よ鍋、この世で一番美しいのは誰だい？おほほ、ハニー、無視するなんて釣れないね。この世で一番プリティなのは王子です。王子を見かけませんでした。みんな集まってきたね。みんなでスープ飲め飲め。今回も相変わらず容赦がないね。そうだよ。お前たちそんなに点でバラバラじゃ劇が進まないじゃないか。ほら進行役、次だよ次。あと次行くぜ。なんだかんだあってこの世で一番美しいのは闇が最も似合う気高き者だということが分かったんだぜ。なんで僕がこんなことを。まあでも、うん、僕を出演者に選んだセンスは悪くないけどね。5本。この辺りに魔女様が言っていた闇が最も似合う気高き者がいるはずなんだけどな。どこにいるのかな。バウ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 。通りすがりの犬が指し示したあれは闇が最も似合う、誰も忘れてなんかいないぜ、闇が最も似合う気高き者の姿だったんだぜ。でとちりやがった。笑うんじゃねえぜ。でとちったな。恥ずかしい。いや我こそ闇が最も似合う気高き。あれ、おい、まだお前が出てくるシーンじゃないぞ、下がってろ。我こそ闇が最も似合う気高き。こらこらこら、そんな棒読みで読むな。闇が最も似合う気高き者役は闇の貴公子であるこのサタン様だ。冗談を言うな。闇が最も似合う気高き役は闇の魔導士であるこの俺だ。一体どういうことなんだい。お、台本に配役が書かれていないぞ。こんな棒読みじゃ必要ない。闇が最も似合うといえばこのサタン様に決まっているだろう。バウバウバウ。ほらほら犬、ほらほら、バウバウ。シェゾさんの方が闇が似合うって言ってるじゃない。そんなこと言ってないか。ああ、もうついにバルト・ワンデルズが喋っちゃったじゃないか。このままじゃ劇が進まないから、もうどっちが出るのかじゃんけんで決めてくれないかい。じゃんけんいいだろう。闇のじゃんけんでどちらが闇にふさわしいか決めようではないか。闇と名のつくものなら受けて立ってやる。じゃんけんグー、じゃんけんチョキ、じゃんけんパクチョキ、チョキ。もう次に行くぜ。なんだかんだで旅に出た気高き者だが、その頃村には恐ろしいお化けたちが現れていた。怖い怖いお化けですよ。怖い怖いお化けですよ。あれ、ちょ、あなた、その格好はお化けというあれ、なんか変じゃないですか。白くてひらひらなお化けに近しい衣装を用意したのですが、変ですか。恐ろしいというよりはなんかおめでたいですね。出たな、恐ろしいお化けたちめ。おっと、ここでまた闇が最も似合う気高き者の登場だぜ。魔物たちめ、覚悟はできているな。闇が最も似合う気高き者が成敗してやろう。おい、こら、私のセリフを。いやこっちからこっちの行は俺のセリフだ。じゃんけんで勝負つかないからセリフ半分ずつ分ける、さっき決めたでしょよ。5本といえば
なんだかんだってお化けたちのボスが現れたぜ。お化けのボスは美しくて凛々しくて強い村娘を人質にとって勝負を挑んでくる恐ろしい存在で。出たな、恐ろしいお化けのボスめ。この美しいドレス姿のどこがお化けに見えるのよ。さあサタン様、美しくて凛々しくて強い村娘のルルーがサタン様の助けをお待ちしておりますわ。あれ、いや、あの村娘の役はアルルにやってもらう。お助けくださいまし。ルルーが村娘ならお化けのボスとやれば一体誰なんだ。もちろん僕だよ。じゃじゃーん。さあ僕のボスと、あれ、ボスの僕と、あれ、ボスの僕とぷよ勝負だ。ヒヒン、ボスの役ならいくらでも勝負していいんだよね。恐ろしいですわ。お助けくださいまし。カオスな状況だぜ。台本の次のページ。おい、台本を貸せ。続きはこうして、こうして、うるさい、こうしてこうだ。やばば、なになに、闇が最も似合う気高き者はお化けのボスをフィアンセにして星空のハネムーンに出かけるの。せっかくたくさん勝負できると思ったのに、僕がフィアンセなの？お話がつまらなくなっちゃうじゃないか。こんなこともあろうかと、ボスの衣装も準備しているわ。ボスの私とのハネムーン、存分に楽しんでいただきたいですわ。ああ、そうそう、念のため聞きたいんだけどさ、舞台を披露する祝いの席ってのは俺様の誕生日会ってことでいいんだよな。ちょうど4月でもあるわけだし。まとめると、闇が最も似合うのはこのお礼ってことでいいですかね。ボスは私ですわよね、サタン様。お前たち、闇が最も似合う真のボスはこのサタン様だ。はいはい、おしまい。うん、この作戦を成功させるにはやはりカーバンクルちゃんの力も必要だったのか。がっくし。本当におしまい。